こんばんは。では今から夜のロンドンに出かけようと思ってビデオを撮っております。で今夜の7時半過ぎなんですけど、気温が5度ぐらいで、少し寒いです。で今日は今から何をしに行くかっていうと、イギリスのパブに行ってこようと思ってビデオを撮ってます。知り合いの方にパブの場所を教えてもらったので今から出かけます。で電車で向かおうと思ったんですけど、バスの方が早く着くのが分かったので、これからバスで向かいたいと思います。本当はですね、お肉、牛系を食べたかったんですけど、聞けばよかったんですけど、チキンバーガーを頼んでしまいました。けど、楽しみです。10年前にロンドンに来た時は、フィッシュ&チップスを食べたり、大きくて食べきれなかったので、今角の方に空いてる席あるよって言われたんで、こっちに移動してきました。ね、チキンバーガーとドリンクです。で、こんな感じです。今パブから帰ってきました。ロンドンは夜が寒いですね。ちょっと手袋が必要かなっていうふうに思いました。ロンドンに来てから初めてパブに行ったんですけど、注文の様子をビデオで撮ろうと思ったんですけど、ちょっと緊張しすぎて忘れてしまいました。まあアルコールの種類がですね、結構たくさんありすぎて、どれを頼んでいいのかわからなかったんで、キャッシャーのお兄さんにですね、どれがおすすめですかっていうふうに聞いて、で、そしたら、バニラがおすすめっていうふうに言ってくれたんですけど、バニラが最初全然聞き取れなくて、スイート、or not sweet って聞かれて、あ、バニラって言ってるんだって分かったんですけど、聞き取りがちょっとできなかったです。多分私が飲んだのはバニラとスクリュードライバーと、あとライムが入ったお酒だったと思うんですけど、多分ビールのおすすめを聞いたつもりだったんですけど、多分ビールじゃないカクテルを飲みました。でも美味しかったです。で、ビーフを食べたかったんですけど、ビーフじゃなくてチキンバーガーを頼みました。メニュー表を見てですね、一発でビーフを探す能力がなかったんで、サクッとメニューを読んで注文できればよかったんですけど、チキンバーガーしか目に入らなかったんで、チキンバーガーを頼みました。まあ、あとはお兄さんに聞けばよかったんですけどね。まあでも、
無事アルコールとチキンバーガーを食べて帰ってきました。一人で行ったんですけど、イギリスのパブっていうのは最初に席を取ってからでオーダーをして、多分オーダーした後に席の番号を伝えると思うんですけど、私がテンパって先に席を取らずにオーダーを取ってしまったのと、あと店内が結構混雑してて空いてる席を見つけられなかったんで、まあとりあえずオーダーだけ先に取ってしまいました。まあ通常であれば先に席を取って、まあ何ですかね、自分の荷物、財布とか貴重品以外の荷物を置いて、多分席を取っておいてから注文をするんだと思うんですけど、まあ、食事は、まあ、チップスが結構乗ってて、以前数年前にロンドンに来た時はフィッシュ&チップスを食べたんですけど、その時もなんかフィッシュとチップスの量が結構多くて、チップスですね、フライドポテトが結構量が多いので、ポテトを食べきるのが大変でした。けどまあ、アルコールもチキンバーガーも美味しかったです。まあ今度は誰かと一緒に行きたいなと思うんですけど、結構パブの中は賑わっておりました。ではまた更新していきたいと思います。